はい、こんばんは。北に達也が世界一大好き。893チャンネルです。はい、今日はですね。あのカウントダウン tv に人気歌手である。北に達也さんが出演して新曲青の住処を披露したってことで話題になってますね。はいで、この曲なんですけど、この曲はあの人気テレビアニメあの呪術廻戦の。 あの第2期「魚海玉節」えー、説のオープニングテーマってことで話題にもなってるんですけどこの曲を聴いて思ったことは、まあ、なかなかいいなって思いましたね。はい、というのも俺って普段はそはアニメとかあ,のあんまり見ないんですよね。と、はい、かてか全然見ないんですよ。 まあ、てか当たり前なんですけど大人になったからもうあんまり見ないんですけど、まあ、この曲を聴いて思ったのはあのかなりねいい楽曲だなと感じましたね。はい、というのもあの自分はねあの正直この北に達也さんって方を全く知らなかったんですけど、はいなんかまあ、それで知らなかったんでそのウィキペディアとかで調べてみたら。 「さじ砂うの花」の花っていうなんかバンドのなんかベ,ーベ,ースベースを担当しているらしいんですけどだから本当はあのバンドのメンバーの一の人にすぎないらしいんですけどこのアニメ「まあこのね、呪術廻戦」のオープニングテーマに関してはこの人が歌ってるからなんかそういうこともあるんだなと思いましたね。 で、なんか北に達也さんなんですけどなんか、えー、なんか昔はねなんかそのボカロとしても活動してたらしくてでその時の名前が、えーこんにちは「こんにちは谷田さん」って名前だったらしいです。はい <coughs> ま、ちょすみませんねちょ風邪ひいちゃってるんですけど、はいでまあ、この曲自体なんですけど今日の,の CDTV で聞いた感想なんですけど いや、なんか本当にあのいい曲だなって思いましたね。はいまあ、正直、あのそのいい意味で期待を裏切られたって感じです。はいまあ、というのもそのこのなんだろうな。青の住処って曲なんですけど、なんかとてもなんだろう。アニメあの呪術廻戦のあのなんだっけ？雰囲気にマッチした曲だなって思いましたね。はい。 でやっぱり何よりもねあの北に達也さんはその歌唱力がねとても優れてると感じましたはいなんだろうとても上手でそのまあ呪術回戦のその世界観にあのものすごくねマッチしたそのまあ歌詞歌詞歌詞とかも歌詞もそうなんですけどその雰囲気がねもうマッチしててああまあこの人がね本当に適任だなって自分は思いましたねはい まあ、あとは何だろうなまあ、まあ、今日出た何だろう歌詞の中でもねその歌唱力が、はい、すごい飛び抜けてたと思うんでいや本当、北喜谷達也さんねなんかあのすごい歌が上手だったんで、まあ、もしね次も音楽番組出るんだったらなんか是非ね見たいなと思いましたねはいいや本当、あのこのあの曲はね本当にね最高の曲だなって自分は感じましたねはい